はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、近況報告というか、なんでね最近ツーリングに行ってないかというか行けてないんですけど、その理由をねお伝えしようと思います。最後にねツーリングに行ったのが盆明けの8月20日かな、20日か21か、多分そこら辺だと思うんですけど、その後はね全くツーリングに行けない状況になっています。それがねなぜかと言いますと、僕自身の体に障害というか不具合がね発生しまして、左足の足首から下が動かなくなってしまいました。正確にはね踏む行為、まあバイクで例えるとギアをダウンする行為はできるんですけど、ギアをアップする足首を上に上げる行為がねできなくなってしまいました。なんでそうなっちゃったか原因は不明なんですけど、足にね通ってる神経が麻痺してるみたいです。でこれはねちゃんと病院に行って診断してもらって分かったんですけど、足のここやここを圧迫してると起きる症状みたいなんですね。でもね全然思い当たる節がなくて、急になったんですよ。急に足首が動かなくなる前日までめちゃめちゃ普通だったんですよ。それが突然目が覚めたらだったかな、急にあれ足首が動かないっていう風な状態になっちゃって、最初は一時的なもんかなと思って3日ぐらいちょっと様子見てたんですけど、全然ね良くならないんで整形外科に行きました。で整形外科で骨のレントゲンとかいろいろ症状とか見てもらって、でその結果圧迫性の腓骨神経麻痺、これはもう治療法がないらしくて、足首を動かしながら、まあ、リハビリですよね、リハビリしながら神経の回復を待つと、こんな感じですね。処方されたのがビタミン B なんだっけ B12?B21? ちょっと忘れちゃったんですけど、そのビタミン剤を飲みながらリハビリを続けると。であとは神経に刺激を与えた方がいいんで、毎日電気を当ててもらってるっていう感じですね。そんな理由で8月20日を最後にツーリングに行けてません。で今普通に乗ってるように見えるんですけど、普通に乗れてないんですよ。ギアチェンジって普通足首でやると思うんですけど、まあこんな感じでこう膝を張りながらギアチェンジをしてる状態なんで、家の近所をリハビリ程度に走ることしかできない感じですね。でねこれなんか足を組んでてずっと同じ場所を圧迫するとなったり、あとはどっちかの足を下にして寝ると朝起きたら麻痺になってるっていう、そういうこともまれにあるらしいです。なのでね足を組む癖がある方は気をつけた方がいいかもしれませんね。本当はね今年中に道の駅スタンプラリーもねもう超余裕でコンプリートできる予定だったし、千葉にできたね新しいライダーズ神社にも行ってみたかったんだけど、ちょっとね今年中には無理そうっすね。8月当初に比べればねちょっと動くようになったんですけど、力も入らない状態で全然もうギアチェンジはできないですね普通に。というわけで最近はねもう動画も切り抜きのショート動画ばっかでね、全然動画作れてないんで動画のネタにしようかなと思って今日撮影してるのと、あと僕のチャンネル登録者の中にはリアルな知り合いやお友達もねいるんで近況動画として作りました。こんな感じでね特に何の内容もない動画ですが、今回はこれで終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。よっ、ニュートラル入った。